さあ今日はですね、うん、先ほども言いましたけど、まあ、シニアリーグの試合やっているということで、うん、まあ、ちょっと野球少年たちの頑張りをちょっと今見ながらお送りしてるんですけども、うん、パンチさんがそういえば野球を始めたきっかけって僕聞いたことなかったなと思いまして。それはあれだよ、はい、親父の朝の早朝野球、はい、日曜日の朝の野球にくっついていったのがきっかけで、ほう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 、面白いな、大人の人かっこいいなと思って、はい、それで団地の広場でお兄さんたちがやってるのを混ぜてもらったっていうのがきっかけだよね。あ、そして5年生の時に初めて市営佐世団地子ども会という野球のチームがきちっとしたのができたと、はい、それに入ったのがきっかけかな。強いが打うのは弱い、何が起こるかわからない、うーのとパンチの今日もどこかでダイナマイト、うのとパンチと田中の今日は川崎とどろきパークが運営するとどろき緑地でダイナマイト。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。すーのーまあ、以前もお話いただきましたが、山内和弘さんの和弘をねつけたということなんですけども、お父さんはやっぱ山内和弘さんに好きだったとか。好きだったんだろうね。ああ、打撃の職人山内和弘さん、シュート打ちの名人、そこから和弘って取ったみたいで、で昭和の前に弓辺にカタカナの「む」の和弘にしたら、はい、山内さん一弘に変えちゃったそうでしたね、一に変えましたね。やっぱりなんかそのお父さんがやっぱりそういう選手になってほしいというその思いが込められてるんですかね。そうだろうね、やってほしかったんだろうな今思えば、いろいろパンさんも「さすで賞」に「品川中部」「走行」「アジア大オリックスと」と、まあ、進んでいかれる「悪魔がいるオリックス」と進まれていきますけども。まず西中原中学校に入って野球部に入った初日、おそらく周りに知り合いって多分いらっしゃらなかったんじゃないかと思うんですけども、どういった形でしょうね。やっぱり小さい男子子ども会で4番でピッチャーでキャプテンでスーパースターだったもんだからさ、はいはいはい、中学校入ったら、まず2年生3年生はすごいっていうのはもちろんだよ、ただ同じ1年生でもすごいのが2人いてさ、これ勝てないと思ったね、走ってよし走ってよし守ってよし、はい、この2人の A 君 B 君には、叶わなかった。結局3年間叶わなかったね。あ、パンさんでも叶わなかったですか。そこで高校に行ったら見てろよと思って高校に行ったら抜かしたんだけど、そしたら高校に行ったら高校に行ったで同じ1年生の時に A 君 B 君とかすごいのがあってさまた別の、これも3年間やっても勝てなかった、大学行ったら見てろよと思って、抜かした感じかな。暑いな。暑いですか、ちょっと丸変えます、神奈川県川崎市の方はもう皆さん知っていらっしゃるというふうにちょっとねお伺いをしてるんですけども、まずはこの等々力球場で、まあ、今プロ野球にも行かれた、Y 校の三浦さんと対戦をされて、でこれホームラン、いやホームランじゃないよ、ホームランじゃない、ライト前かな、あライト前ですか、打てれているという、対戦されているという、川崎市のその秋の最後の大会で三木中学対西中原中学の試合があって、はいはい、一個下がその三浦君になったわけです、後に Y 校から中日に行ったんだけど、はい、すごい背が高い、手足が長いピッチャーでさ、カーブの上からこうクーンという、あのカーブ打ったんじゃなかったかな、あそのまあ三浦さんが得意のカーブを打たれたという、中2と中3の秋の決勝がここだったもんね、あこの等々力球場だったんですか、優勝してんだよ西中原中学、うわ3年生の時が、ええ、その三浦君と教える3年生、2年生で、西中原中学で等々力球場から三浦さんは愛好家から、そうですね、西のもう神奈川でもう Y 校の三浦さん知らない人はもういないですからね、中学の時にはパンチサトさんと対戦されてるって結構知られてないんじゃないかなと思うんですよ、野球ファンでも、彼はね、横浜省からすぐ中日に行ったけども、僕は大学、社会人、プロって言ってるから、私は一歩下でも、俺はいつも肝心な決勝戦とかなとなると小雨なんだよ、あの日も小雨だったの、小雨の中に やったっていう思い出しかねえな、何対何で勝ったかは覚えてないけどとにかく勝ったんだ、そして西中原中学校が総合体育大会の記録を伸ばした、野球部が優勝したから、
野とパンチと田中の今日は轟球場からただいま。ちょっとじゃあお腹も減ってきたので、ちょっと田中さんなんかおすすめのお店ってございますか。まあそこレストハウスと言われてます。レストハウス。はい。行ってみましょう。あ、はい、行ってみましょう。行ってみましょう。はい。レストハウス。やばいやばいやばい。あ、いいですね。毎朝散歩されてるパンチさんも初めてという。川崎で生まれ育ち、今もね。いいです。食べに来るのは初めて。これ何がうまいですか。ここはまあ、私川崎フロンターレから来てるんですけど、フロンターレのスタッフはもうやっぱり生姜焼き定食が。生姜焼き定食。あら、美味しそうですね。あ、これだ。740円だって。ええ、ちょっと安いなあ。とですね、この季節の天ぷら、はいはい、季節の天ぷら、これはもうその季節その季節で、うん、もう最高にうまいものがはあ、コロッケそばもあったり、うん、今日何の天ぷらかっていうのぜひちょっと聞いていただきたい。あ、そうですね、そうですね、ちょっと聞いてみましょう。放送席、放送席、ヒーローインタビューでございます。本日のヒーローは見事逆転ホームランを放ちましたパンチ佐藤さんです。どうもいかがですか、今の気分は。現実まで飲みたいんです、今日は。ドーン、大阪南で待ってます。タコマンで川崎あたりで出会った二人はいつも元気で走ってる、パワー全開で、とパンチの今日もどこかでダイナマイ。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。スーノーダーナーダーナー。すごい背が高い、うん、手足が長いピッチャーでさ、うん、カーブの上からこうカーンっていく、あのカーブ打ったんじゃなかったかな。あのカーブ打ったんじゃなかったかな。これの YouTube チャンネルをですね、ご覧くださってる方もですね、結構増えてきたんですけど、はい、まだね、もしかしたら、あのチャンネル登録ってどうやるのっていう方がね、多分ね、いらっしゃると思うんですね。まだそんな人がいるの。教えてあげてよ。そうですよね、簡単なんだから。簡単でございます。あのですね、まだ登録されていない方はですね、うん、我々の動画を見てるときですね、チャンネル登録というボタンが出てくると思うんです、うんうん、で、そこをピッと押していただきますと、うん、簡単にこれチャンネル登録終了でございます。わからない時はですね、うん、息子さんや娘さん、うん、また会社の後輩なんかに、うん、ちょっとチャンネル登録教えてくれよ、うん、これっすよ、ピッそうね、そうですので、よろしくお願いします、簡単にできますので、はい、よろしくお願いいたします。